ももぴ。毎週多彩なゲストをお迎えして皆さんに熱いトークセッションをお届けします。池尻和歌子のトコワカ。おはようございます、池尻和歌子です。今日のゲストは長年観光事業に携わっていらっしゃいます。八女のことならこの方に聞きましょう。八女市企画部観光振興課の課長、荒川真美さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、荒川さんはもう八女のもちろんご出身で、八女のこと知らないことはないそうですね。任してください。観光からすべて把握させていただいております。そうなんですよね。はい、あの観光振興課にいらっしゃって何年ぐらいになるんですか。13年ですね。平野ペイペイの時代から、はい、役職にまでずっと上がり詰めるまで今までもまだおりまして、多分ここで骨をうずめると思います。今日はあの八女の魅力いっぱい伺いたいんですけれども、はい、まあ、皆さんご存知だと思いますけれども、本当に広い面積ですよね、八女市って。そうですね、福岡県の中でも北九州に次ぐ2番目の広さを持っております。平成18年に八女市とお隣の常陽町が、そして平成22年にはですね、一市三町二村、これが合併しております。はい、それで大きくなって、でんと大きくなって、はい、本当にあの川も綺麗ですし、夜はね星空もいい場所ですよね。いい場所ですよ。八女はですね、はい、やっぱりあの広い分川があったり山があったり、ちょうどですね、まあ、初夏を彩るホタルがこの間終わったんですが、今から先は美味しいフルーツがたくさん取れますし、やっぱり八女に、ね、あの来ていただければそういう楽しみもたくさんあるかなと思います。実はですね、私、はい、あの観光の仕事っていう話をさせていただいたんですけれども、はい、私出身常陽町っていうところなんですけど、私が、まあ、中学生ぐらいの頃、出身どこですかってやっぱ自己紹介やるじゃないですか。その時にですね、常陽、はい、っていうとちょっと田舎もんで恥ずかしいかなっていう感じで言えなかった、あの、まあ、学生時代なんですよ。はい、ところが一人娘が私おりまして、彼女がですね、中学校違うところに行った時にどこねって聞かれたら、いや私はね、八女市常陽町、ホタルと石橋の館の、あの、ある近所に住んでますって言ったよって言うけど、あとそれ田舎の話したんって言ったら、お母さんやめていいところよっていうのを娘から教えてもらったっていうのもあってですね、その時に、あ、観光の仕事ってやっぱり自分の町を自慢することがやっぱり大事なのかなっていうことで娘に教えていただいたっていう、そういうあの経験もあります。はい、じゃあお子さんにとっては本当に大好きな町で、うん、自慢したくなる町ということですよね。やっぱいいところですよっていうのも一人でも多くの方にやっぱ聞いていただきたいと思いますから、うん、もうあの八女愛にあふれた観光課長でありますので。そして今日はスタジオが若干浄化されております。そうでしょう。はい、これちょうど今ですね、はい、2番茶が終わりまして、3番茶に向かって新芽が少しずつ出てきてる芽なんですよね。でやっぱりやめといえばやめ茶ということで、はい、持ってまいりまして、そのお隣には美味しいおせん茶も、私先ほどいただいたんですけれども、すっごく甘いんですよね。そうですね、あの低い温度で出すとテアニンが出てよろしいかと思います。じゃあ後ほどごくごくいただきたいと思います。ごくごくありがとうございます。魅力たくさんのやめの話、この後具体的に伺っていきたいと思います。はい、八女市、皆さんも行ったことあるという方多いと思うんですけれども、改めて見ますとこの6つのエリアから成り立っているそうですね。やっぱりそれぞれにですね、特徴があったりとか美味しいものが取れたりというエリアになってます。この八女福島っていうところは、はい、昔あの在郷町という言い方で城下町だったんですよね。その周りにある常陽、はい、星野、八女、黒木、立花、こういうところからの農産物であったり木材、これをあのここに出荷されて八女福島に、でそこでやっぱりお店が繁栄したりとか、伝統工芸の技術が、はい、あの盛んになったんですよね。で今日は実は和歌子さんに会えるので、はい、私着物を着てきたんですが、素敵だなと思ってました。これですね、久留米がすりということで、で八女はこの、 あの久留米がすりだけではなくて、例えば仏具の職人、八女提灯であったりとか八女福島仏壇、はい、あとはあの竹細工、あと石灯籠、
伝統工芸という形で栄えた町になっているのがこのエリアになるかと思います。あの白壁の、ね、町並みってなんかこうゆっくり歩きたくなる風情ですよ ね、 そうですね。今でもやっぱ100年以上のそういう白壁の町並みが残っておりますし、今そこには若い方たちがですね、あのお店を開かれたり、そこでレストランを作られたりして少し賑わいが戻ってきているような状況ですね。そうですか。9月には、ね、あの有名なお祭りもありますよね。よくご存知で、あの八女福島灯籠人形という人形浄瑠璃っていう形で、はい、あの催し物になるんですが、それもですね9月にありますから見に来ていただければと思います。橘っていうところはやっぱりみかんとかキウイ有名で、今ちょうどシャインマスカット、はあ、いいですね、美味しいですよ。これがもうどんと道の駅橘っていうところで出しておりますし、はい、その隣の黒木町、大型連休中にあの満開になるっていうあの大藤ですね、ですね、これが有名ですし、もう一つここの笠原っていう地区に霊岸寺というお寺がございまして、周瑞禅寺っていう方が中国からあのお茶の種を持って帰って、はい、でここで栽培が始まったっていうのが八女茶の発祥になってるんですよ。どんどん聞いていいですか。どんどん聞いてください。常用はやっぱりホタルですか。そうですね、ホタル石橋、はい、で、4月にオープンしたダニエル井上ミュージアムっていうのがあるんですよ。ダニエル井上さんって今、はい、ホノルル空港の名前になった方で、ますよ、ね、上院議員をされてた方です、はい、その人のおじいちゃんたちがですね、実は八女の常用町出身でして、郷土から出られた偉人をやっぱ知っていただきたい、で特にあの子どもたちとの交流を図りたいと考えてまして、とにかくウェブがあのどこでもあの話せますので、そういう交流をしているのがこの常用町になります。実はミュージアムの下がですね、はい、星野川の浅瀬になってまして、人がめちゃくちゃ多くて川遊びを浅いので、はい、ちっちゃい子どもも遊べますし、涼を楽しまれるにはちょうど常用町はいいかもしれない。星野村、もう名前の通り星がめちゃくちゃ綺麗なところなんですよ。ここにはですね、茶の文化館というのもございまして、はい、お茶の、まあ、抹茶引きの体験であったり、あのほうじ茶作りの体験で、美味しいあの玉露を飲むっていう体験もできますので、そういう施設とともにもう一つはやっぱり先ほどご案内した星野の、まあ、星座を見るっていう体験、うん、こういうのもここではできると思います。夏休みの自由研究の課題がここにはいっぱい、ぜひ来るべきといい場所ですね。いいと思います。でも最後はあの八女村ですね、はい、あのここはですね、八女っていう名前は実はあのここにある八女津姫神社、はい、昔ですねここにはですね、綺麗なお姫様がいらっしゃったということで、そのお姫様を祀った神社が八女津姫神社になります。またここにあの一棟貸しのホテルとかもございまして、まあ、観光客の方に来て楽しんでいただく。荒川さんご自身もFM やめでそうやって PR されることもあるそうですね。実はですね、この FM やめっていうのは、はい、災害があった時に危ないですよとか逃げてくださいとか、ラジオっていう一つの、まあ、ツールを利用した防災の情報発信基地っていうことで作ったんですよね。 もちろんあのたまにですね、あの番組が空いたら私もペラペラっと喋るんですけれどもそれ以外にはですね、やっぱり、はい、あの観光事業ということで、やっぱりよそからやめに来ていただく人たちのための旅行会社を作ってます。え、どういうことですか。やめの場合はやめに来てもらう人のためのツアーを組む。だから福岡とか空港とかから直行のバスツアーを作ったりとか、着地型のプログラムということを言うんですけど、芋まんじゅうを作ってみるとか、そういうところで工芸品の体験をするとか、そういうメニューを作ってるのが FM やめの観光事業になります。すごいですね、やってる内容が幅広いですね。そうですね、だからそういうあのいろんな取り組みをしながら、やっぱ来てもらった皆さん方に満足していただけるような取り組みを進めているっていうのが今の八女の観光になるかと思います。はい、あの若いカップルの方々がちょっとこうハート岩を眺めているような姿を拝見したことがあるんですが、やはりそういう結婚婚活プロジェクトみたいなのも一緒にさせていただいてますよね。やってます。もう今回ですね、あの、まあ、5回目を迎えてるんですが、はい、定住につながるためには、結婚してもらいたいんですよね。結婚してもらいたいんですよね。もらいたいです。もうあの特にですね、やっぱ伝統工芸の後継ぎの方たち独身が多いので、はい、チャンスよって、この婚活イベント死がするとやんけんねっていや本当伝統工芸を守っていかないといけませんので、うん、であのやっぱ実績があるんですよ。ちょっと声を大にして言ってください。子供が4人いるところとか幸せ
幸せなカップルがどんどんできてるってことですね。できてます。婚活で知り合わなければ、はい、やっぱりやめに来ることがなかったと思いますし、もうすぐイベントもやりますんでですね、恋活プロジェクト、はい、今募集中ということですね。募集中でございます。ぜひ多くの女性の皆さん、いいところですよ、来てください、はい、もう皆さんも行きたくなったと思います。そうです、はい、ヤメの魅力今日いっぱいありがとうございました、はい、ありがとうございます。荒川さん、最後に今日の思いを言葉にしていただきましたので、はい、色紙お願いします、はい、競争、やはり一つの自治体だけでですね、まあ、観光事業が進むんではなくて、連携するっていうのが大事かなと考えております。これは例えば観光施設同士でもありますし、また民間の事業者、お茶の生産者とか農家、こういう方たちがやっぱり一緒になってですね、やめの地域を盛り上げたいということで、今日はこの言葉を出させていただきました、はい、皆さんにもリフレッシュをしにやめに行っていただきたいですね、はいはい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。今日のゲストは八女市企画部観光振興課課長の荒川真美さんでした。